皆さん、お元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。本日2月17日金曜日、運命共同体という話をしたいと思います。まあ、私の神学校時代の恩師の一人である、まあ、PhD、まあ、この方は家族学という、そういう学びを専門にしている方です。まあ、開口一番聞かれたんですね、その先生に。あなたにとって家族とは何ですかって。まあ、私は迷うことなく、運命共同体です。まあ、その先生とですね、20年の時を経て、再会した時にね、覚えてたんですよ。いやー、菅野さんがね、その授業の最初の時にね、そう答えてくれた。じーんと、いや、ねえ、そんなこと忘れてもいいのにね、それほど、まあ、的を得たね、答えだったんでしょうかね。まあ、私はですね、その家族、まあ、妻や夫や、まあ、親や子供、まあ、その人たちに問題があったら、必ずこちらにもね、苦しみやね、いろんな問題がやってくるわけですよね。まあ、私は関係ありませんっていうわけにいかない。まあ、それでね、まあ、いろんな苦しみがね、やってきたこともある。そしてまた苦しみを与えてしまったこともある。まあ、率直にね、親や子供っていうのは選べないんですよね。でも結婚相手っていうのはね、選べるわけですよね。誰と結婚しても同じだ。でも芸能人だったらみんな離婚するか、おしどり夫婦って言われてね、最後まで寄り添い、そして仲良しな夫婦もいればね、あっという間に別れてしまう。まあ、どっちにも問題あるんでしょうけどね。まあ、なぜね、そういうふうなね、破綻してしまうか。相手を変えようとするからですね、きっと。あるがまんま受け入れれればね、だってどっちにしたって運命共同体だからね。もう否定したってね、そんなにね、素直な人はいませんよ。変われってね、はいってパッと変わったらもうね、何にも問題ない。変わらないぞって、かえって頑張っちゃってね、お互いにね。まあ、だからね、家族って大変だ。でも、祝福がある。もうそのね、運命共同体を受け入れてね、力を合わせて助け合っていけばね、本当に大きな力になる。私たちはそういう運命共同体として家族がある。でもこの日本もそうですよね、運命共同体。まあ、ロシアがウクライナに対して侵攻したって、そういう戦争がもう1年近く。でもその戦争を、まあ、始めたのはプーチンさんだ。で、その原因を作ったのはゼレンスキーかもしれない。まあ、そうやってね、私たちはその一人の決定によって全体に影響が与えられるように、この日本においてもね、その一人二人少数の決定がこの国全体の影響を与えることがある。いや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 、この地球は一つの星ですから、ある国のやったことがね、この地球に大きな影響を与えることもある。皆さん、一人の人アダムの罪によって全人類が運命共同体、罪人となった。でも一人の第二のアダムによって、イエス・キリストによって全人類の罪が許される道が開いた。出会いで決まりますよ、人生は。あなたの運命共同体、あなたがイエス・キリストと出会うことで人生変えられます。神に愛してくださったように、あなたの運命共同体である家族や職場や、あなたと運命を共にする、そういう人たちと共に力を合わせて生きていこうじゃないでしょうか。私の心が弱い
てる時も主は知っておられる。歩むべき道をあなたは見てを開き、私を助けてくれた。力と励ましをくれた。御国の栄光の輝きに包まれて、私は生きてゆく。いつまでも主と。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょうね。その時までごきげんよう。さよなら。